キストラズアウトレットぶらりの旅。いや、これだからね、いろんなアウトレット今後行くかもしれないんで、今回もシリーズなんですね。だいたい木更津にならないですか、これ俺ら。まあ、時々旅行ってこう、天馬。確かにね、まかりもまあ一応ありますから。確かにちっちゃいけど。なんで今回は、その木更津アウトレットをちょっとぶらりしていこうかなと。決めてるわけじゃないんですけど、買わなくてもいいってことで。そうですね、まあ、ただ、あの今回ちょっとぶらりして、はい、まあ、欲しいものがあったら皆さん買ったりとかして、これ、メンシップだよね。まあ、メンシップだね。あ、じゃあ結構ラフな感じ。はい、はい、OK。まずご飯ですね。ご飯行こうか。フードコート行くの？え、フードコート行くの？いや、それの都会なんかあるあるよ。じゃあ、行きますか。ご飯食べますか。あれうまいのそれ。どっち？すっごい。あ、まだ食べてないです。痛くしないで。まあ一旦ちょっと別々に行動しますか。はい、あります。で、ちょっとしたらベンツの前です。はい、あります。お願いします。はい、ベンツはあっちよ。あ、あっちよ。あっちか。剣道の近く。あ、そう、剣道のとこ。あ、オッケー。なんで、なんですか。いや、あのね、あのね、あのね、うん、まあまあ木更津アウトレット。木更津アウトレット。はい、まあ僕ここ過去に来た時に、はい、置き去られたんです。ああ確かに、はい、加藤と一緒に。加藤と一緒に。確かに。でまあ確かまあ僕の記憶だとまあ主犯はあの岩田にしよう。ああまあ確かにね。はい、はいはいはい。だったんでまあちょっと今回須藤さんに協力していただいて、はいはい、なんとかあいつら置き去りたいなっていうふうに。あ、なるほどね。はい、逆襲。なるほどね、逆襲だ。はい、なんか免許持っててるからってなんかその安心すんなよっていう、ね。まあ、なるほどね。はい、結局車なきゃ何もできないんで。うん。みんな今30分ぐらいここで分かれてるでしょ。そうですね。なんでまあ一旦集合したタイミングで、うん、遊園地、秋田別の、うん、遊園地。あ、遊園地で観覧車あったよね、確か。ありますね、観覧車ありますね。あれに押し込んじゃいますか。あ、二人観覧車乗ろうみたいな感じして。あ、乗ろうみたいな感じで、で、2、3とかに分かれて、まあ、なるほどね。で、先乗ってもらって俺ら乗らないみたいな。そうそう。いいじゃないですか。いいじゃないですか。まあなんか1人、まあ1ペア1エアトラクションじゃないですけど、はいはい、なんか乗ろうみたいな感じして、ね、はいはい、あいつらもなんとかあの観覧車に押し込んで、はいはい、その間にもう帰宅。なるほど、はい、いいじゃないですか。はい、それで行きましょうか。大丈夫、お前なんか、はい、変な気起こすね。いや、そんな裏切らないと、そのなんか密告して。頼むよ、さすがに。いやいや、そんなんもう、うん、大丈夫、そんなさすがにね。そんな大丈夫、そんな大丈夫、密告とかそんなことはしないです。了解しました。任せてください。はい、僕も協力してます。うん、はい、じゃあまた。はい、またじゃあ後で。うん、はい、じゃあありがとうございます。いや、健三っすよ。出ました。辛いもんね、本格化しちゃった。前の店員とかいたらちょっと気まずいよね。岩田はね、犬にやっぱよく言われてますから、あのデキンコード一番気まずいで、このワイズ入る方が気まずいと思うけど。ワイズはあんのよ。どうですか皆さん、何買いました？二人買ってるやん。二人買いましたね。買いました。やらせていただきました。やらせました。岩田なんか買ったんですか？分かってない。あ、まあ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 、はい、今回ね、ぶらりですから。はい、まあでも時間もあれじゃないですか、短いじゃないですか。うん、そうね。だからちょっと最後ね、ここ行ったこともないこの遊園地。行ったこともない遊園地最後ちょっと行って終わりにしましょう。俺ね、正月行ったことあるよ。あ、そうなんだ。意外ともろいよ。あ、そう、行こうや。じゃあ行こうや。ちょっと行ってみる。これやっぱぶらり旅もするのは醍醐味ですから。なんで行ったことねえわ。なんかね、ボール投げてるやつやんのよ。いいや。リアルコースターの方がいいな。トゥモローコースター。VR コースターにする？ VR コースター乗りたいな。あ、全然いいよ。確かに VR コースターでいいじゃん。全然いいよ。いいよ、全然。どうしたら、ね、上からの景色見せてもいいのかな。まあ、VR コースターでもいいよ。で、うん、どっちがいい？まあ、せっかくやし観覧車乗っとくから、ね。ちょ、キストラピアの目玉は大観覧車パークですから。はい、ということで今なんかあいつら VR コースのね、下に行ってるんで今僕らが買っています。2枚だけ。400円ですね。1400円。はい、すいません。はい、おー、岩田にしよう。買ってきたよ。はい、2人に。俺たちも買ったから。はい、何人乗り？お客様、観覧車ですか？そうです。でも乗車受付時間がちょっともうすっきと迫ってるので、できれば早めでお願いしていいですか？はい、じゃあその行こうや。ごめん、なんか下が抜けてんのがあるの。下？よろしいです。あ、下抜けがあるのね。
はい、大丈夫です。大丈夫です。すみません。じゃあちょっとよろしくね。めっちゃ早く、めっちゃ早く閉めた。ちょっと時間が。いや。乗れよ。乗れる乗れる。何してる？ちょっと待って。そういう動画これ。別にこの。来い。まだ行けるから。バイバイじゃないの。待って。え、どういうことこれ。上がってきたぞ。おお。逆側座った方がいい。もうまあでも単純ないたずらこれ。時間切れ切れすぎて、スタッフもこっちでグルじゃないかぐらいもう早閉じめて。ありえない速度で乗せてくれたら。いやありがたいわ。どうするこれ。ちょっと見守ってくよ。全然余裕だし。あでも綺麗よね。この木更津観覧車パークキサラピアは千葉県と UR 都市機構が商業、いたあいるやん。大丈夫かな。いやすごいですよこちらは。いや結構いい景色ですよマジで。早くしないと遊園地閉まっちゃうよ。すごい全然触んなくなっちゃったなんか乗れなかった。なんかちょけてるわ一丁前に。確かに。帰ってるよあいつら。大したのあれ。いやあいつ帰ってるぞ。The ride in this giant Ferris wheel takes about 12 minutes to complete one revolution. お、普通に帰ってるわ、あいつは。帰ってんのかな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 。これ嫌な映画出してきた。あ、寝起きた。え、寝起きた。あの、夜、電気がつき始める時間帯ですよ。あ、もしもし。あ、ダメだ。あ、もう出た。あ、お疲れ様です。あ、乗んなかったの。あ、なんか、待たせちゃって。ああ、そうなんだ。いや、口変えるのはもう遅いし、それ。いや、意味わかんねえだろ。意味わかんねえ。いいな、そういうのは。周りが。いや、大丈夫。ここはブラリよ、ブラリ。ブラリ、キサラズ乗ってるってよ。一旦じゃあ、差し替えておくから。もうふざけんなって、マジで。あの、19時から会議だから、あの、間に合うようにね。うん。おい、待て。ガチで待て。おい。お、マジで帰ってる。何したのあいつが。いやーす、いやー気分いいわ。気分いいね。すがすがしい本当に。あのクソども。そこまでやっぱり。その今までのやっぱり。そりゃそうだって。やられすぎでしょ。確かに。いくらなんでもさ。確かに。およ、全然こっち見ねえし。電話かけてきた。マジで帰ってんなってお前。今見えてる頂上でしょ。頂上だよ今ちょうど。お、ちょうど来た。あと半分だから待ってよって。お前らお前ら見えてんだよ全部お前ら。おいこれ見えてんのかなこれ。あ、歩き出したな今。見えてるぞこっち。お前ら全部見えてるだろ。お前ら俺にやったよなここで散々。お前らここで俺に散々やったよな。そんな2年前とかでしょ。そんなもう時効じゃないですか今さ。ガチで情けねえだろお前。お前らな意味ねえんだ免許あっても車なきゃな。それ今から教えてやるから今日は。じっくり学べ。あ、車の場所見てるからなこっちはよ。ここら辺、そこら辺かお前。あそこか、あれだ。あ、お疲れ様です。はい。え、俺ら置いてかれるのマジで。ガチでそんな流れになってるぞ今。え、いやもう髪袋も切れたわ。ないでしょ君。2年越しに切れるんだよ。いや、なんか思い出してきたんだよねここで買い物してたらさ。あ、まあまあまあ確かに。あ、なんか置いてかれたよなっていう。
おい動けなすな車、おい動くな動くな、あれか、おい動くな動くな。ドイタニ本当も置いてくつもりだったけど、こいつなんか車で寝てたから。ドイタニ、ドイタニ、スバは無状況。え、無状況これ。うん、なんかとりあえずあの観覧車に二人乗せて置いてきたのよ。え、これ何、え、帰るよ、うん、あ、そうなの、うん、ちょっと帰る感じ。帰るんだよ、うん、ドイタニ、マジで帰るわ。いや、いいのマジで。え、ダメだってマジで。動くな動くな、そっちやったら道出るだけだから。マジで待ってくれ。なんかまだ、うん、こっちもう OK 取れたよ、下り。あ、オッケーオッケー、じゃあバスかなんかで帰ったら。動画っぽくすんじゃねえ。ドイタニ、お前おかしいだろ、ドイタニ。こいつどうしてどうしていきなり。めっちゃいいんや。おかしくないよ。じゃあまたね。はい、お疲れ。うん、ドイタニさん、ドイタニマジで頼む。ドイタニさんだけっすよ、味方は。ドイタニさんだけなんですよ、味方。誰だてめえ。ドイタニさん、ドイタニさん。な、お前らクソなん、クソはな、まあ、歩いて帰れ。思い出せよ。何したか覚えてんだ俺は。2年前なお前、こいつら変動組は。変動お前だろ、ドイタニ。何がだよ。おかしくなってるやん。おかしいなこれ。これ終わり。終わった、ありがとう。終わった、うわ、誰免許返納。終わった、終わった、終わったよ、終わった、終わった、誰免許返納。マジか、あの切れたわ、あいつら来んじゃん。まだバレてない、生たかかってきたわ多分。でこれ出ない、あ、出た。何、走ってるわ。走ってる、乗ってんね、頂上でさ。いや、走ってるよ。なんで2周走ってるだろ。今次頂上なのよ。なんで2周してるって。早く降りねえか。へぇ、ちょっとなんだけどな。どこで走ってんの。あれだあれだあれ、いや走ってる。じゃあお疲れ。なんかの今いたからね、ほどに。はい、さよなら、またね、バイバーイ、バイバイ。え、多分俺はさっき失敗したやつだと思うんだけど。え、マジ。え、行ったもん。途方に暮れております。意味わかんねえマジで。なんか免許返納が見つけたけど、まあ俺はね、確かにね、仕方ないのかな。返納じゃないし、どう言いたいんだろう返納。まあでも事故起こした仲間じゃないですか。あ、なんか俺の方にかかってきてる。ジュニアさん、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 うわー、マジで見れるわ、マジで、多分今マジで。どこ行った、どこ行ったんだ。どうだ、え、すげえお前。ザバービア、俺の誕生日にあげたエタグだよな。あ、あれだ。え、どこ。あそこだ、信号変わるタイミングで俺電話するわ。じゃあこの辺だな、マジで一緒。やばいな、こいつ個人ラインですか。岩田の場所教えるんで、僕だけでもお願いできないですか。朝行って、純也がこっちから撮る。そうだね。なんやこの、なんか創作ミッションになってんの。あ、おじゃし。なんかイーノンとかに一緒から LINE 来たらしいけど。はい。え、なん、なんの話だよマジで。なんて来た。なんか俺だけ乗せてくれみたいな。お前、お前またやるかそれ。ボケ、ボケっすよ、ボケ。ボケじゃねえよ、俺言ってるんだからよ。ボケっすよ。お前ら、お前らどこ向かって歩いてんの。あれなんかいない。あ、いるわ。俺か。あ、またありがとう。あ、そっちか。お疲れ。また。
俺なんか見たことあるわこれ。あれ？何だったのあいつら。キャンプ？あ、キャンプ？そしたらほら、ゴーカート一番下手な俺でしょ、うん、その俺が運転席乗っとって、うん、お前ら岩田乗せなかったら事故るからなっていう、その作戦だったら決まってるじゃないですか。トイレ行きたいんだけど。トイレ、あ、やばいぞ。近間近行く？今ですね、ちょっとガチっぽい感じで、はい、この、雨降ってきましたがって、これちょっと、助けてくれとかじゃなくて、雨降ってきたけどどうするこの撮影みたいな、あ、ちょっと、リアル感出して、はい、一回誘い出したいと思います。あ、いいですね。びっくりした。俺まだ置いていこうみたいな感じだったのかなと思った今。じゃあちょっともう、乗せるじゃん。マジで雨降ってきたし。ちょうどいい、ちょうどいいんじゃない。うん、は、え、あ、そういうわけにもいかない感じですか、うん、あ、ちょ待って、あの、それ経費財布に最近エアタグ入れたんだけど、なくさないように。そう、あれ岩田の携帯と繋がってんだよね。ははやばい。それ今持ってるから経費財布。それに気づいてたら、うん、いや、来てる可能性あるかもしれない。来てる可能性ある、うん、こっち来ようとしてたら全然ありえるな。開けたからでしょ。開けてねえよ。俺なら言いのにクラッシュされたんだよ、抜いた後に。自分の実力はちょっとね、ちゃんと何、俺みたいにやっぱ素直になるって。電話来てるよ。え、待ってる。もしもし。あ、もしもし。ちょっと待ってね、今ちょっと岩田は今巻いてるわ。カインズの方でちょっと今動いてみて。いや、マジで今後ろの方で今ほんと飯したいぐらいだから。別に巻かなくてもいいよ。うん、お前のこと助けるわけじゃないから。うん、長いのじゃ。いや、その岩田に聞いたらわかんじゃん。なんで？いや、岩田のエアタグで落ちてたでしょ。え、バレたわ。岩田のエアタグ何それ。いや、純也から聞いたんだけどさ。え、じゃあ岩田そっち向か…え、え、本当に巻いたんだったら結構やばいよ。ちょ、お前おかしいよ、お前情報どっちか本当のこと言えって、お前俺とか岩田に。マジでそろそろ行くから、もう。あ、岩田、お前どういうことだよ、お前。おいおい、どういう…なんで、なんで。どこ行ってたの、お前。てか、お前のやつがバレてるってよ。え、で、今エアタグさ、ファイマーのゴミ箱に捨てといたから。俺らにどうしろってんだ、お前。じゃ今チャンスこれはさすがに、もうチャンスちょうだい。今まで救済してきたでしょ、僕たち。まあ俺も何回もやられたけど、まあ、救済あったわ。僕と同じ救済方法にしようかな。じゃあ21時まで救済所のどこかに車止めとくから、で21時になったら俺はもう出発するから。駐車場に待機してて、何分以内だったっけな、俺の時。1分かな、15分じゃなかったっけ。10分じゃなかった。1分以内に車見つけるとかじゃなかった。1分は無理だろ。じゃあ何、もう一発10分でいいじゃん。一発10分ね。うん、一発10分でいいよ。じゃあ俺ら今から入るから、半までに見つけたらいいよ。半、あー、6時半分かったよ。 OK、 じゃあ、あ、ディオールってアウトレットあるんだ。これか。え、マジどこ？いやー、俺らそこ住んでたから。そうだね、こっちか。てかね、はい、ガチでファミマにいた説あるけどな。やってるわ。うん、オッケー。電話してあげるか。じゃあさすがにね、電話してあげてよ。残り5分だし。うん、大丈夫。あ、どうも。ヒントあげよっか。あ、俺もさ、お前らの辛さわかるからさ、今撮ったやつ送ってあげたから、社内から。
マジで？なそれ車内どこだそれ、あ、逆側じゃね、もうヤシの木だから無理、あ、無理です、真逆行っちゃってるやん、無理です、はい、終わり、終わりです、どこ行ってたんだよどこ行ってた、ちよ、もう疲れた、うわー、多分やっぱね、最初いなかったんだよね、多分そうね、ちょっとキモいな、途中から入ってきて、逆が疲れたね、いやー、もうそれぞれ緩やかだけどねめっちゃ笑ってる、めちゃくちゃ降ってるよ、めちゃくちゃ降るよ普通、あ、でも結構降ってるよ、降りすぎでしょもしもし、え、君たちそれ何分にそこいたのかな、かな、20分からいたよ、20分ぐらいがいたよ、え、もうバレてるよ、最初いなかったことえ？僕ら最初そこ見てるから、もうバレてるよ、ああ、ちょっと態度悪いな今なんか、ま、雨もやばいしさ、え、雨もやばいし、ちょっと返そうかなと思って電話したんだけど、なんか、缶切れだからさ最後のキャス、え、君たちはガチだぞ、最初俺らが見たとこガチだよ、西尾さんはもういなかったと、で、その後、そこに止めて、で、今、元からいましたよ感出してますと。まず一つね、これ。で、二つ目。まあ、それはもうルール上ズルなんですけど、その上で、俺たちを雨の中走らせたと。今、俺らどこだか知ってる？東京行ってるやん。めちゃくちゃ走った。めっちゃ走った。あ、そう。あ、そうなの、あ、そうなの。最初見ていなかった。被害者面したくなる気持ちもわかる、俺すごい。いや、別に大丈夫だよって、今、どう考えても俺らもゴールのないゴール探すね。あ、もしもし。もしもし。ねえ、さっき止まってましたよね。え？さっき止まってましたよね、車。さっき？はい。どこに？え、どこで？今いますね、いるよ、いるよ、ちゃんと、ちゃんと綺麗な走り回ってる、いや、俺らもそうだったから、しかも俺ら20分にいたしな、もう立場が近くて、で、救済の、もう何もない俺ら、いや、置いてこうぜ、もう一緒にいたってからね、置いてこうぜもういい、こいつ長い本当にいい、え、こちらさん、もう俺らもうここから引かないから、俺らじゃあ一回僕変わっていいっすか、どうすんのお前ら、ね、どうすんの、一回僕変わりますね、ちゃんと言った方がいいよ、あ、すいません、もしもし、あ、うん、話できる人、君、はい、僕が話したらそうです、あ、辻合いも出ちゃった、さっきの早口を言う、分かりましたよね、もう、僕ら、いやー、それ分かんだよな、気持ちでも、確かに西尾さんの言い分も正しいとか、まあ、ちゃんと最初見たところにいたって言われても、うん、それはずるいじゃないかっていう、ね、結構走ってたんで、そうですね、そっかそっか、なんでなんか別の、俺ら20分いたけどな、俺らが、うん、はい、俺らがこう通り過ぎるときに何か投げるからキャッチできるああ、それありがたいです、ああ、ナイキとかある通りなんで、東京インテリアの本当向かいなんですけど、ああ、なるほどね、そこにいるんで、その辺ちょっと過ぎ去ってもらったときに僕らがなんかキャッチしますわ、あー、オッケー、何投げるのか、はい、ちょっとじゃあこちらも斜めとくんで、じゃあすいません、お願いします、はいはい、失礼します、あ、失礼なやつでしたね、いや、最終的に交渉いけたんじゃないですか、これ、はい、これはいけました、なんか、史上最高にややこしい回になってたなんかね、ちょっとしかもさ、こういうのってさ、うん、まあ、いわばさ、俺らがさ、こうやってるわけじゃん、うん、まあ、いわば僕らがルールなわけですよ、うん、それで、あんだけちゃんとルールに切れるってすごいいや、理不尽なことたくさんあったけどな、駅の前バス停の下でなんか違うか、あ、いる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 、なんだよこれ、なんだよこれマジでなんて話だったよ乾杯よ、もうやばい、行かれちゃった、変な感じになっちゃってるじゃん、行かれちゃったよ、行きますよ、感動の感動うわぁ、やっと帰れる、あー、やっと帰りますね、よかったよかったよかった、さあ帰ろう帰ろう、
さあどうしよう話だけど、まあ、サンダルだから、うん、いやよかったよね乗りでね、みんなね。まあまあまあ、まあ、よかったけど、はい、よかったっすね。ちょっと何が起こったのこの数時間にみんな乗れてよかったね。いやマジよかったっすね。だいやよかったっすね。やっぱ俺ら仲間っすね。いや本当にもうみんなで一緒に帰ろう。帰ろう。みんなで一緒に。そうだな。うん、そうだ。いや本当に。いやー。怖いよ。なんかね全然違う想像してたと。なんかね、もっとこうね、なんかキャッキャな感じかと思ったけど、なんか今まで知らなかった部分見れたし。いいように言うとね。じゃあ寝るね。あ、おやすみなさい。1時間半だからさ。おやすみなさい。おやすみ。